はい。えー、トライアル生からですね、お問い合わせいただいたので回答していきたいと思います。吉谷アカデミ、アカデミー長。お世話になります。吉谷アカデミア長か。なんか、ここ初めて言われたような気がしますね。ありがとうございます。質問させてくださいと。PDF を毎回コンテンツセールスに使われていますが、売り込まれてるという感覚には、僕には一切なく、感動する、読みやすく、面白いという感情が毎回多いですと。ありがとうございます。 そこで PDF を作るにあたって、レイアウトや色や文字の装飾などを工夫されていると思うのですが、こちらについて意図などがあればお聞きお聞きできる範囲でお聞きでき,聞きますかまた解説している動画があるかもしれません。もしありましたらそちらを教えていただければと思います。ちなみに、結果をくしよく迷ったのですが、 捉えるスは学び PDF などで作成し中山知事に配布することで今の段階でも分かりやすい内容が役立つお礼と言われて感謝されることは実際に増えてきています。あ、すいません。今の段階でも分かりやすい内容が役立つお礼を言われて感謝されることは実際に増えています。まあ、学んだことをこうアウトプットして、えーまあ、読者さんの方に、えー、そういうふうに言われているということですね。収益につながらないことはありますがやりがいや充実感がありとても嬉しいです。 ありがとうございます。よろしくお願いします。ということで。はい。で、PDF なんですけども、まあ、僕はですね、自分、ま、ほ、多分ね、他の人と違って、まあ、僕、毎月商品とか売ってるじゃないですか。で、自分、昔は、その、ゴーストライターやってた時は、まあ、いろんなスワイプ集みたいな感じで、いろんな人のレターをこう、なんだ、えー、ストックしてたんですけど、今は自分の、 自分スワイプファイル集みたいな感じで、まあ、最低でも毎月1回は何回やりますんで、まあこうやってか、あの、昔はね、ちょっとまとめてなかったんですけど、2020、2020年ぐらいから、こう、もう、今年何やったみたいな感じで、もうボックスでやってます。フォルダ付けてね。で、ここで、まあ、レーターだったらレーターで、まあ今年、今年はこんな感じかな今年はこんな感じで作ってます。 で、このは、ビデオは、こんな感じですね。で、えっ、ー、と、今年で言うならば、あの、ブログでもちょっと書いたんですけども、結構ね、これコンバージョン良かったやつを紹介していこうかなと思うんですけど、ブログでありえない結果ですね、4月ですね。これすげえコンバージョン良かったです。ちょっとびっくりしたんですけど、あの、動画の再生数、残り7話作ったんですけども、 えっと、1話目が90、2話目が65、3話目が67、4話目が51、5話目が64、6話目が31、7話目が34。この再生数ですね。で、この再生数の平均数は57ですね。で、57に対して、じゃあ、着金ベースでどれぐらい売れたのかっていうと42本なんですよ。だから、えー、っと、制約率で言うならば72%。この動画再生数の平均からすると57。えー、っと、制約率72%ですね。 もうこれ結構高かったなと。で、しかもまあ、マインドの商品だったんですけども、これが、ブラックな思考術ですね。4月かな。これかな。うん、これですね。はい。これですね。悪用禁止みたいな感じですね。まあ、これまあ、ばんは良かったんで、ちょっとね、えー、ちょっと解説してきますけども、 まあこれを作るときは、まあ、そのマインドの商品なんで、まあいかにその、うん、どちらかというとやっぱハウツーの商品の方が売れるんですよ。まあマインドよりお客さんは具体的にどうやってこう稼ぐのかっていうのがやっぱ欲しいわけですから。ただ僕の場合は、まあこのコンバージョンレートが良かったもう一つの理由としては、あの、まあ教育をずっとしてるってことですね。 マインドが重要ですよっていう教育をしているっていうところがももも、もちろん一つあると思います。なんだけども、まあ、い非常に良かったなっていうところで。で、まあ、売るためにどういう工夫っていうか意識をしてたのかっていう感じですかね。うん、まずヘッドラインですね。まあヘッドラインは大体この、まず僕の場合は PDF でほとんどこのページ、Mac のこの、えっと、このページで作ってるんですけども、 えっと、まず、この1ページ目に大体大きな感じで、もうこの1ページ目がほぼヘッドラインで埋まるような感じになってます。で、まあ、あの、これは何ですかね。うーん。マインドの商品なんでね。売りづらいと。もう分かってるわ。一応分かってるわけなんで、キャッチにするためにこういう感じにしました。うん。そう。悪用すれば犯罪者みたいなね。 な興味性はありますよね。どれだけその、うん、こう、なんか、なんですかね、イメージとしては、うん、あれですよ。えー、っと、うん、恩返しの鶴っていう、知ってます恩返しの鶴。恩返しの鶴って、恩返しの鶴だったかななんか昔、その、なんか、おじいちゃんに、なんか、雪の日だったかななんか、女性が訪れて、泊めてくれませんかみたいな感じでね。 あ、いよいよ、みたいな。すいません、と。一つだけお願いがあります。この扉は絶対に開けないでください、みたいなね。絶対に。で、おじいちゃんとかおばあちゃんに言うわけですよ。絶対に、あ、夜は開けないでください、みたいな。おじいちゃん開けちゃうんですよね。で、開けちゃう、その扉を開けると、なんか鶴がね、旗織りしてるんですよ。見ましたね、見ちゃいましたね、と。さようならっ、つってね。<laughs> あの、鶴、鶴で飛んでっちゃうんですけど。 な、人はその、見ちゃいけないよと、危ないよって言われると、なんかその、立ち入り禁、な、ガキの頃とかもね、立ち入り禁止っていうところにね、こうその先に何があるんだ、みたいなね。<laughs> 立ち入り禁止って言われるほど入りたくなるみたいな、まあ、その心理が働きますんで、まあ、その心理を使ってるとこですね。まあ、これはまあ、あの、本とかにもね、えー、本のタイトルとかでもよく使われたりとかしてます。 本のタイトルでも、えー、使われてます。うん。で、悪用禁止と。うん。まあ、強力、強力すぎるので、その強力な武器を、なんかこれ使ってしまうと、やばいですよ、と。うまあの、間違って活用したらね。みたいな興味性ですね。であとはここで、じゃあ、なんでこのね、わつ、理由ですね。理由というか、 うん、その武器が必要ですよっていう理由かな。うん、僕が小さな成功点を言えたのは、その、モラハの剣を使っているです今も使い続けてますと。あなたはビジネスという戦場でどんな武器を持っていますかと。その武器の重要性ですよね。この戦闘力の武器の剣武器ですね。どうですかね。戦争で武器がないと。きつくないですか 相手はそのロケットランチャー持ってるのに <laughs>、ロケットランチャー持ってるのに、まあ、あンボだったらきついですよね。まあ、これは剣っていう表現してますけど、うん。そう。で、武器持ってなかったらその戦争で勝ち目ありますかと。どうですかっていうね。ビジネスという戦場であなたが武器を持っていなければ勝ち目はあるんですかと。多分きついですよね、と。うん。 で、えー、で、あとは、まあ、今回その、なんだ、マインドのこれ、これは商品ですから、うん、売りづらい商品なんで、ここで権威ですね。ここで権威です。僕はその少ないリスト、少ない再生数でも、ライバルに勝ってる、稼げ、稼げてる。なぜなのかと。で、ここで権威ですね。これぐらい売り上げ作りましたよと、と売り上げ上がってますよ、っていう。 で、7000万以上上がってますよっていう権威ですね。はい。興味性、興味性、えー、問題定義。興味性、問題定義ですね。もう一度ですね。興味性。そこに対して、あなたはどうですか武器は持ってますか問題定義。で、実際のエビデンス。 僕はその武器を持っていることに、あなたは武器を持っていますか僕はこの武器を持っていることによって、こういうエビデンスを出しています。で、エビデンスはもう7000万以上出してますよ、と。で、あんまり僕この、使わないんですよ、権威は。うん。だって僕の動画もね、えー、昔、あの、金髪企業家ヒカルくん、YouTuber ヒカルくんがね、YouTube の広告出すときに、あ、どうも、金髪企業家ヒカルです。月収1000万稼ぐ、みたいなね。<laughs> ま、結構その、 あの、自己紹介する。なんか、その、ま、台本作ってるビジネス系 YouTuber って、権威を必ず入れたりとかしてるんですよ。まあ、これぐらいの一、あの、結果で出してますみたいなね。僕はあんまり動画でそういうこと言わないですよね。でも、なんでこれを、なんでこのレターでは、その権威を使ったかっていうと、売りづらいからです。商品が、マインドの商品なんで。興味、えー、問題定義。で、その問題定義に対して僕は、あその武器を持ってるから、 こういう結果を出せます。7000万ぐらいですね。あげられていますと。うん。で、もし僕がこんな再生数でビジネスなんてできないよ。稼げない理由は、リストが少ないからだ。アクセスが少ないからだ。これはまあ実際にね、お客さんが思っていることですね。まあ実際にドリアカーの本コース昔入学していただいた方にこんな方がいたんですけども、まあ当時ね、僕の熟成さんで40リストで300万っていうね、結果を出した熟成さんがいて、 で、それをまあ、その結果、熟成さんの結果を元に、まあ、プロモーションしてたんですよ。そうしたら、あのー、入っていただいた方の中で、吉田さん、僕1000リスト持ってるんですけど、50万しか上がったことないんです。40リストで300万って何やってんすかみたいなね。だ多くの人は、アクセス数が少ないとか、リストが少ないから売り上げが上がらないっていう、 売り上げが上がらない理由をそのせいにしている傾向が多いんですね。でも僕はあ少なくてもこうやって上げてきたよって話ですね。で、どういうことみたいな話ですよね。なんでそんな少ない再生数でこう上げられてるのっていう。うん。でもまあ一応、じゃあ、凡事徹底やってますよと。あと、凡事徹底やってますよと。うん。途中でやめていくと。うん。 で、まあ、その、その、なんで稼、稼げ、る理由だったりとか、僕がずっと続けられる理由は、この強力な武器を持っているからですよ、って感じですね。で、そういうふうに言っていくと、じゃあその武器って何なんだろうその剣って、諸ガの剣って、剣って何なんだろうってちょっとなってきますよね。うん。で、ここでちょっとわかりやすくね、なんかよく多分、たまになんかドラマのシーンとかあるじゃないですか。こういうのって。 多分なんかアニメとかね、ルパン三世じゃねえかな。なんか、なんかあると思うんですよ。うん、少しだけイメージしてくださいと。で、剣、あとは、その剣を持ってることは大事なんだけども、その剣をどのように使うか、これが大事です。剣を持って、あとはこっから、こっから教育ですかね。剣が大事ですよ。ただ、ただし、剣は大事。諸ハの剣、武器は大事。だけど、その武器の使い方。 が、実は最も大事なんですよっていう教育ですね、ここから。で、少しだけイメージしてくださいと。あなたは銃という武器を所持していますと。そしてその銃を使って敵を倒そうとしています。相手は丸腰。どう考えても相、あなたは銃を持っていて、ね、相手は丸腰ですと。勝てますよね、と。勝てると。なんだけども <laughs>、あなたは相手に逃げられてしまうと。なぜだと。 相手は丸腰なんですよ。あなたは銃を持っている。なぜ逃げられるのか。安全ロックです <laughs>。多分これ結構なんかドラマとかでよくあると思うんですけどね。なんかそう、素人の人がね、手を震えながらね、プロ、プロのね、犯罪者に、あの素人がね、手を挙げろと、みたいな。手震えてるんですよ。で、その犯罪者はね、プロの犯罪者は、もうこいつ安全ロックついてんだみたいな。ババンみたいな。 銃の使い方はこうだっていうね。そう。犯罪者にね。犯罪者に銃の使い方を教わるみたいな。もうこれじゃ撃てねえぞみたいなね。なんか映画とかドラマとかなんかあると思うんですよ。安全ロックついてるみたいなね。<laughs> そう。いきなり立場逆転するみたいなね。犯罪者に安全ロックのやり方を教わるみたいなね。 うん、だから銃を、銃、武器は大事だし、なんだけど、その武器の使い方が分かんなかったら、その武器は使,使えないよっていう教育ですね、うん。武器を持っていても使い方が分からなければ、武器として使えないと。あなたがすごい戦闘力の強い武器を持っていても、その使い方が分からなければ、鉄くずですと。じゃあ、今回の商品はどういう商品なのかと。今回の新商品では、その強力な武器の使い方を解説していますと。 具体的にその武器も、武器も、どういう武器を使ってるのか、そしてその武器をどう使うのかって話ですね。うん。で、ブラックな思考術みたいな。あなたの心の中にあるブラックな感情を現金化すると。うん。で、まあ、ブラックカードもね、あの、ご存知だとは思いますけどね、一番。だからその、商品名も、うん、その、マインド商品なんで、 マインド商品の中でも売りやすくするためにブラックな思考術みたいな感じにしてますね。そう。で、このブラックに掛け合わせて、ブラックカードって一番ステータスあるよねっていう。だからそのブラックがどれだけ高価なものなのか、ブラックカード効果ですよねみたいな話ですね。これも一般的に知られてますよね。ステータス,ス,テータスが一番高いのはブラックカードですよね。アメックスのブラックカード、有名ですけど。 うん。はい。で、まあ、このブラックなんで、このブラックカードはね、あなたはきっと持ってないかもしれないけども、ブラックな感情は持ってますよね、と。どうですか、と。うん。で、そのブラックな感情をうまく使う。要は、あなたはもうすでに武器を持ってますよ、と。ね。武器を持ってますよ、と。ね。この武器が大事。武器が大事って言ってるんだけども、武器は大事って言ってるんだけども、いや、あなた、持ってますよ、武器みたいだね。 ブラックな感情ありますよねと。ブラックカードは持ってなくても、ブラックな感情は持ってますよねと。で、使い方なんですよね。ブラックな叙感情を現金化すると。まあ、あなたは武器を持ってる、実は知らないだけであって。で、その使い方ですと。うん。あとは、まあ、元気に変えるだけですよと。うん。そう。まあ、あとはもう、今回はこの新商品ね、キャンペーンで安かったんで、もう安いんで、あの、注意してくださいということで、安い。もう、この、 あの、安く売るのは、もう期間限定。これは希少性ですよね。希少性です。はい。な感じですかね。これは結構まあ分かりやすかったんじゃないかなとは思うんですけどね。まあ実際にそのコンバージョンも今年すげえこれ良かったんで、もうこれ普通じゃないですからね。多分結構、このコンバージョンは。うん。んびっくりしました。僕もこの動画撮ってる中で、さすがにきついなと思ってましたからね。少なすぎるなっていうね。<laughs> うーん。 まあ、あの、ジョンレート72%だったんで、まあ、それを振り返って今、セールスレターもちょっとこうやってますけど、まあ、わかりやすかったかなっていうところですね。うん。だから、まあ、なんですかね。大事なのはきょ、まずはフックなんですよね。だからちょっと、まあ、意識してるところですね。まずは興味性ですね。ヘッドライン。ここで興味を引くと。興味を引く。 まず確実にこれひょ、興味引かないとあの読んでもらわないですからね。その1。ヘッドラインで必ず興味性を引くと。まあ、あとはこれ、流れがね、ここからストーリー入るとこ時もあるし、お客さんの声使うときもあるし、まあ、今回のパターンで言うと、興味、問題て、問題定義ですね。興味、その2。問題、問、問題定義。うん。 あなたが稼げない理由、原因は何あとはまあ、できるだけその分かりやすく。うん。まあ全体的には、あとは全体的にはですよ。見込み客が知っている、イメージできる、例え話を使う。 ま、このなんかゲームのその武器もわかりますよね。なんとなく。うん。まあ、戦争でもわかると思います。あとは、なんすかね。ここら辺もわかると思うんですよ。ね。なんかよくあるじゃないですか。さっきも説明した通り。で、あとこれもわかりますよね。そう。だからな、何かをこの、新しい概念とか、新しい何かを伝える上で、この見込み客が、 知っている、イメージできる例え話を使いながら新しい概念をこう、なんか教育していくとか伝えていくっていうのは意識してますね。うん。要は自分が知っているものを伝えるときに相手は知らないんですよ。ここ大事ですね。自分は勉強して知ってますよ。でも相手は勉強して知らないわけですよね。もう一度ますね。自分は勉強して知ってる。で、でも、見込み客は勉強していない、知らない。 だから自分が知っていることを伝えるために見込み聞きが知っていることをイメージできることをもとに構成していくと分かりやすくこの、えー、読みやすくなるってことですね。でもこれが、何ですかね、難しい言葉をね、なんかガンガン使ってね、やっていくと、な,なんか、なんか権威性というかすごい人だなと思われるかもしれないですけど、分かんないですよ。うん。だから、一つの、もう一つの方法としてあるんですよ。 見込み会が知らない知,知的な言葉をガンガン使っていくみたいな。ね。知的な言葉をガンガン使っていくことによって、あ、この人すごいんだなっていう。そこで、まあ、そこで何が、どういう心理が生まれるかっていうと、権威ですね。あ、この人は知らないことをいっぱい知っている。なんだけど、でもその時点で教育はできないですよ。権威は、権威はもたらすことはできるんだけど、教育はできてないですよね。なぜならば、理解できないからです。お客さんがね。そう。そこで権威。 知識人だなっていう権威をこう与え心理的に与えることはできるけど、教育はできない。なぜ教育はできないかというと、その言葉を聞いても見込み核は知らないしうん、理解できないからですね。はい。じゃちょっと戻しましょうか。その3ですね。これは問題定義ですね。で、この、け、け、あの、権威ですね。その3。権威。権威。人は権威に弱いですから、まあ、結果。 僕、うん、まああなたが稼げない原因。なぜ、わつ、なぜ、なぜ、僕は稼げるのか。なぜ、わつ、僕は行動し続けられるのか。とあと、これか、あと行動できない原因、理由ですね。はい。で、その4。 その4、その4が権威で、えー、っと、うん。で、これが、ここ教育ですね。ここ教育かな、うん。うん。武器を持っていても武器とし,て使として使えないと。その4、教育ですね。うん。うん、一番大事なことは何と。 お金を稼ぐ、稼ぐ上で一番大事なことは何ですかっていう教育ですね。要は、武器、武器が必要ですよと、と、うん。まあ、ちょっとここでも教育入ってますけどね、ここら辺で教育も入ってるんですけど、あの武器を持ってても使い方分かんないと、要は、武器も大事だと、ね。ロケットランチャーも大事だと。でも、ロケットランチャーあったとしても、その使い方分かんなかったら、使い物にならないよっていう教育ですね。うん。武器は大事だけど、 の使い方がわからなければ、うん、戦闘力ゼロみたいなね。ここで言うならば戦闘力ゼロみたいな話ですね。っていう教育。じゃあどうすればいいのと。じゃあどうすればいいんですかということで、えー、ここで新商品ですね。えー、そ,その問題、うんえー。あなたの問題を 解決できる商品の提案ですね。はい、セールスというよりかもうこういう流れでいくと、じゃあ、その問題を解決できる商品はここにありますよって言うもう提案になるんですよ。セールスというか、まあ今回ね、あの、この、なんか、なんだ、売り込まれているという感覚が僕には一切なくっていうふうな感じでいただきましたけども、まあこういうふうにすると提案になるので、売り込まれてるなっていう感じじゃなくて、 うん、だから、あの、売り込みをなく、なくすためには、あどのように提案、提案ができるのかと。うんまあ、ここで、まあすいません、セールスですね。セールスなんだけども、うん、セールスなんだけども、まあこんな感じですね。はい。で、最後。 えっとまあ希少性ですねその5その6ですね希少性はい今しかあこの価格では手に入りませんよとまあこんな流れですねうん このレターの場合だと、まあ、このね、順番、この、これがちょっと変わる場合もありますよ。だから、ここに物、お客さんの声が入る場合もあるし、ここにストーリーが入る場合もあるし。ただ、ま、売り上げを、やっぱコンバージョンが高いのは、うーん、まあ、まあ、まず、まあ、絶対、希少性は絶対必要ですし、あと、あと、権威もあった方がいいですね。権威も。権威もないよりかは絶対、あ権威に人が弱いので、これは絶対必要ですね。 で、ぶっちゃけここの教育に関しては、もうプロモーションの段階で教育できていれば、別にレターにね、教育さ、教育のがなくてもいいんですよ。あんまり。うん。もうプロモーション、プロモーション風にやるんだったら、プロモーション、プロモーションで教育しているんだったらね、もうそこで必要ないですよ。で、なんで僕がこの教育をレターでこれ入れてるのかっていうと、まあ、単純にこう、これだからですよね。もうここれやべえな、みたいなね。<laughs> プロモーションでもしっかり教育されているんであるならば、ここはまあ、教育というか、ここがベネフィットでしょうね、多分、ベネフィット。ベネフィットとか、ここ特典とか、ベネフィット特典保証とかになってきますね、多分ね。うん。な感じっすかね。だから、あとはまあ、意識してるのは、あと見出しっすね。 見出し、読みやすいように、あの、見出しをつけてるってことですね。見出し。見出しですね。そう。見出しをつけると、必ずこう。必ずこうやって見出しをつけるようにしてます。だ新聞とかもそうだと思うんですけど、新聞とか、あの、めちゃめちゃ文字ちっちゃいじゃないですか。だけど、そのも、ちっちゃい文字を読んでもらうために、その、見出しがありますよね。ちゃんと。 うん、見出しは必ずつけるってことですね。要は、これを、この文章を読んでもらうための文章みたいな。なんですかね、コピーライティングっていうのは、コピーライティングね、コピーライティングとは、コ、コピーライティングとは、まあいろんなね、定義はありますけれどもえ、コピーを読ませることよ、 コピーを読ませるコピーを書くことがえコピーライティングであると。コピーライティングであると。はい。コピーを、要は、これね、まあ、これが上級者の思考ですね。で、初心者ね。初心者、初心者の思考。えー、コピーを書くことが、あ コピーを書くことが、えー、コピーを書くことみたいな。<laughs> 要はどうやってコピー書けばいいですかみたいなね。で、自分で読むっていうね。<laughs> 自分で読んで自分で満足みたいな。<laughs> まあなんで、えーと、まあ、こっちになっちゃいけないってことですね。はい。コピーを書くことがコピーを書くことみたいな。 コピーを書いて満足してしまう。さらに言うと、それを自分で読んで満足っていう。コピーっていうのは、もう、相手に出して反応率を見ると。ね。クリック率を見る。コンバージョンレートを見る。もう、それが答えなんで。自分のコンバージョン、自分がコンバ自分が自分の商品買うわけでもないですし、自分が、自分の LP に、自分のメールアドレスを登録して、あの、リスト増えました。自分のリストやんみたいな。自分のメールアドレスやんって話じゃないですか。 コピーを読ませるコ、コピーを読ませるコピーを書くことがコピーライティングである。要は、この、えっ、ー、と、戻りましょうか。えー、このヘッドライン、なんでキャッチが必要なのかと。ね。このヘッドラインですね。その一ヘッドライン、興味を引くと。これがなぜ必要なのかは、What 下の文章を読んでもらうためです。だから、ここの、 役目っていうのはここの文章を読み進めてもらうための役目であるっていうですね。ここのコピーを読んでもらうためのコピーなんですよ。ね。えこ,こ,ここここのここのコピーを読んでもらうためのコピーなんですよね。ここのコピーここのコピーを読んでもらうためのコピーなんですよね。うん で、ここのコピーを読んでもらうためのコピーですね。わかりますはい。ここのコピーを読んでもらうためのコピーですね。はい。はい。コピーを読ませる、コピーを書くとことが、コピーを読ませるコピーを書くことがコピーライティングであると。はい。で、まあ、行動させるとそ。その、で、行動させると。え、クリック。 登録、えー、決済。まあこういうことですね。まあネットビジネスで言うならば、クリックさせる、登録させる、決済してもらうっていうことです。はい、これが僕たちがやらないといけない。僕たちが書かないといけないコピーです。わかりますこれをやっちゃうと稼げないんで、マジ,マジで稼げないです、はい。みんな結構稼げないことをやってるんで、稼げないコピー書くっていうのはこういうことなんですよ。そう。 もうコピーを書くことが目的になっているってことですね。一言で言うとこれ。うん、コピーを書くことが目的になっていると。はい、で、自分で読んで満足って自分で読むみたいなね。はい。まあ、顔書いてありますけど。うん。こ,この、これな感じかな。だかその動画とかもそうなんですよね。なんかその、 なんかいい動画ができませんっていう。いい動画かどうかは相手が判断することなんて。<laughs> うん、別にね、そのなんか動画とかでもあるんですけど、いや吉谷さんが僕、しゃべりが下手で噛んじゃうんですよとで。何回もやり直ししてるんですよといや。僕から言わせると、噛んでも喋りが下手でも売れればいいじゃんって反応してればいいじゃんって話なんですよ。僕からするとね、はっきり言うと。うん、別にその まあもちろんですね、噛むことによって、うん、なんか滑舌が悪いことによって伝わりづらいかもしれないですけど、逆にそこでね、あ、共感を得る可能性もあるわけじゃないですか。だからそれはテストしてみないとわかんないですよ。あ、この人、例えばでしょ滑舌が悪いけども、一生懸命この人は話してくれてるっていう、なんかそういう気持ちを受け取ったとするならば、何ですかね。あ、こんな人でもできるんだ。じゃあ、 こんな人でも、滑舌が悪い人でも、こんな人でもできるんだ。じゃあ僕もやってみようって決済するかもしれないし、こんな人でもできるんだ。じゃあその秘密は何なんだろう無料レポートみたいなね。滑舌が悪い僕でも、うん、滑舌が悪い僕が動画を始めたら、あみんなが笑ったみたいなね。まあ、ちょっとピアノのコピーをちょっと引用しましょうとか。売れてるコピーね、昔から。<laughs> ピアノの前に弾いたらね。なんだ、あの、 かつぜつがわるいぼくが you YouTube を始めたらみんなみんなが笑ったとしかし100万つ100万突破した途端とかね あの、ピアノのコピー有名。まあ、コピーライティング勉強してたらね、ピアノのコピー一度はまあ見たことあると思うんですけど。はい、別にその滑舌が悪くてもね、まあこういうもしコピーが書けるエビデンスが出た場合、もうこれで全然売れますから。<laughs> 売れる <laughs>。あの、売れるというかまあ、行動させることができますから。そう、読ませるとね。そう。うん。なんかね、その動画やるにしても、なんか、 自分で判断してる人が多いので、もう常に僕はね、まあ勉強していく中でもテストだよ、テストだよと、お客さんのクリック、反応を見ろと。それが全てであるっていうことを刷り込まれたんで。うん。だから自分がどうのこうのっていうのはあんまりないんですよ。もう全部結果です。この結果です。うん。だって僕たちは結果を出すためにやるわけじゃないですか。ね、小説家になるためじゃないんですよ。ね。 ネットビジネスだと本当ここなんで。うん。でも多くの人はコピーを書くときは、ま、こんな感じですよね、うん。はい。ちょっと戻しましょうか。はい。まあ、こんな感じです。はい。こういう構成ですね。でも僕は何ですかね、もう染み込んでますんで、なんかじゃあこういう構成をして、レターを作ろうって全くないですよ。別にこれも、もう、もう僕はもう染み込んでるんで、 なんですかね。まあ、あ一つここで書いて意識したことがあるとするならば、そもそもマインドの商品なんで売りづらいっていう、売りづらい商品を興味性を出すためにはどうすればいいのかっていうところはありました。ただ、じゃあ最初からこのレターを書くときにです、ね、すみません、僕の場合は最初からこのレターを書くときに、じゃあ構成どうしようと。これを過、ね、剰書きにして、じゃあここにこうやって当てはめていこうみたいなことはやってません。ま、あ僕はもう勝手に染みついてるんで。ただ、 あの、売りづらい商品だから、いかにお客さんにインパクトがある、興味性を出すために、どういう商品名なのか、どういうコンセプトなのか、どういうふうにヘッドラインに行くのかっていうのは、そこは考えました。で、か、んで、まあ、自然とも書いてます。自然とこう、なんですかね。自然とか、なんか書いてる途中は別に考えてないですよ、僕。もうなんか、もう自然に体が動くみたいな感じなんで。 でも最初の段階はでしょ。最初の段階は僕はもう相当もうセールスレターなんかは何千個作ってますから。うん、ね。もしたら、もしかしたらもう万いってるかもしれないですけどね、うん。だからもう染み込んでるんで、あれですけども、最初の段階はこういうその部分的にね、どういう部分、どういうそのセールスレターには、 どういうポイントが必要なのかっていうところを理解して、まあパズルを当てはめていくっていうステージは必要です。僕も最初、セールスレターをね、こう書いていく上で、セールスレターはこういう、うなんだ、要素が含まれてますと。で、要素、一個一個その要素を勉強していって、で、その要素に対して一個ずつ当てはめていくっていうことを最初はやってました、もちろん。で、見よう見まね、あとはスワイプですよね。いろんな人のレターを見ながら、 その要素をこう入れてって入れてってみたいな感じですね。うん。だから最初はまあ一個一個、こうしっかりとこう入れるっていうのは大事ですね。一個一個。はい。で、あとはまあテストする。もうとにかくテストするってことですね。うん。まああとはしっかりスワイプするってことです。スワイプファイルをよ、スワイプファイルをちゃんと用意しとくってことですね。まあ僕の場合はもう商品数がめちゃめちゃあるので、なんですかね。 あの、まあ、自分でもう、こう、なんすか。こんだけ多分、あ、多分こんだけある人っていないと思うんですよ。多分。どうすか <laughs>。自分、だから自分でテストして、もう、コンバージョンが良かったやつは分かるわけですよ。これストックしとけば。だから要は、こんだけテストしてバンバン出してますので、自分の中でコンバージョンが良かったものをまたつ使う。だからやってることって、 あ、これ、例えばね、あ、あれコンバージョン良かったなと思ったら、もうこれです。例えば、これじゃあ、これコンバージョンが良かったなとするじゃないですか。で、コピペします。で、コピーします。そうするともう、あの、まあ、これちょっと画像は消しますけど、消して、で、コンバージョンが良かった、このレターが出てきます。まあ、これですよね。で、ここからまた、あ、これコンバージョン良かったなっていう、ここから書き直していくっていう。はい。だからもうなんかもう、 もうコンバージョンが良かったレターの上からまた書き直していくっていう <laughs>。わかります何ですかねもうスワイプじゃないですよもうコンバ。僕の場合は自分で持ってるんで、自分が書いてきたやつだから、コンバージョンが良かったレターをコピペして、で、その上から書き直していくっていう感じですかね。まあそ、そうすると時短になるんで。そうするとめちゃめちゃ時短になるんで <laughs>。まあ、そんなことやってますね。うん ただ、これは僕が商品数めちゃめちゃ多いんでね。こんなに商品出す人いないと思います、多分。多分いないですよね。まあ、ここ、まだこれまとめてないやついっぱいありますけども、2020年からまとめてますけど、まあまあですよね。ビデオもありますからね。うん。はい、まあまああります。はい、どうですか、まあまあありますよね。 ここはレターだけですからね。このビデオもありますから。ビデオもね。こうビデオも。そう。うん。な感じっすかね。はい。はい。ということで、いただいた内容について回答させていただきました。参考にしてみてください。